ケーブルカッターケーブルカッターとは、主に動線ケーブルを切断するための専用工具である。1970年頃は、スイスのフェルコ社が世界的に有名であったが、現在では、国内、海外ともに、伝説工具のアイテムとして各社がいろいろな方式のカッターを製造、販売をしている。近年では、工具の小型軽量化、軽作業化が求められ、 ラチェット式、ケーブルカッター商品が多くなってきている。ラチェット式、ケーブルカッター、小林工具製作所ケーブルカッターは、操作回数で分類すると、端式レバー方式、副式レバー方式、ラチェット式と分類できる。刃の形状では、両側 R 人組み合わせ、片側 R 人片側自家人組み合わせに対別できる。それぞれのタイプにより操作性及びケーブルの、 切断面形状に特徴がある。単式レーバー方式ケーブルカッター1970年、頃の両手持ちタイプのケーブル、チルコーポレーションが販売している。が、日本総輸入代理店となる。国内のマーベルが、フェルコ方式の機構による、単式レバー比タイプを、松坂鉄工所 MCC が、副式レバー比タイプを商品化していた。その後、ジェフコムもフェルコタイプを発売している。 ラチェット式のケーブルカッターは、ドイツのボーダット社が有名であり、国産品はまだない時代でした。端式レバーヒのカッターは、最大容量のケーブルを切断する場合、刃先からケーブルを入れるためにハンドルを大きく、広げなければならないので広い作業スペースを必要とし、新設時の切断向きである。刃は、両側 R 人組み合わせとなっており、ハンドルは、アルミ炭造品、または、 金型中造品となっている。絶縁タイプのカッタのハンドルはグラスファイバー製になっている。その絶縁性能については公式機関でテストを受けて証明を受けている。ケーブルの切断面はより円形状に近い状態であり、その後の作業の皮むきや圧着端子取り付け時に切断端面を修正することが少なくて済む。福式レバーはのカッターは ハンドルを大きく広げることなく使用できるが、最大型のケーブルを刃先から入れるために、刃は片側 R 人片側直家組み合わせが多い。切断面は片側の刃が直家のためケーブル系が、そのため次の作業に移る前に、端面形状を円形に修正が必要な場合もある。ハンドル部は単蔵本体とパイプハンドルの組み合わせである。絶縁タイプのものは、 アルミ鋳造本体とグラスファイバーパイプの組み合わせとなっている。両、タイプとも全長でほぼ同じ商品を比べてみると、ハンドルに切り部に必要な力はほぼ変わらないことがわかる。これは、非切断材のケーブル切断位置と刃の支点との距離が、端式レバー方式の方が短いこと、フェルコ独特の三角形切断といって、非切断材を支点の方に引き込むように少しずつ、 ケーブル外周から祖先を切断していくことにより、最大切断荷重を小さくできることによる。これら歴史のある商品も発売以来一見何も変わっていないように見えるが、葉の加工についても加工する部分の面積を減らす、工夫がなされたり、発売当初は不明であったが、その後研究の結果、機能上必要でないと判明した部品をなくしたり、また、 部品の専用設計品から市販品への変更によるコストダウンの努力が続けられている。切断対象材は主に銅より線、アルミより線であるが鋼材の開発によりシリーズとしてアエンメッキ鋼より線の支持線も同時に切断可能商品も近年発売されている。国内のラチェット式編手持ちケーブルカッターの普及はカクタスが ドイツのライネル・ロムメルが発明した日本特許登録第1195,140号のカッターを客タスブランドで国内販売したのが始まりであり、配電盤内作業等でラチェット式の小型でも切断容量の大きいケーブルカッターとして注目を集めていくことになった。その後、小林工具製作所が 特許登録第254万3706号を1987年、出願1996年登録、特許登録第276万1862号を1998年、登録して、国内外他社に OEM で供給、商品化している。他にラチェットケーブルカッターでは、日本国特許庁に、ドイツのフリードリッヒ・ギュンタ・ラウクス、ステファン・ラウクスらによる、 特許登録第208万713号がある。近年は国内でもラチェット式ケーブルカッターにマーベル電産と各社参入するようになったが OEM 品である。海外市場も片手持ちの商品は同一品でブランドが異なる場合が多く特許有効期限が過ぎた今ではその関係を整理することは困難な状況である。ラチェット式の両手持ちカッターは 海外の棒だと HKP グリーンリーが特に有名である。HKP が複雑な方式に対し、グリーンリーは非常にシンプルなタイプの気候品もある。勝山機械チルコーポレーション、ありがとうございます。